はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。楓さんチームこそ、島崎敏郎さんがねお亡くなりになりましたけど、12月ぐらいか、12月の6日に心不全、急性心不全で、お亡くなりになったことが、まあ、7日の夜に分かったと。68歳だったそうですね。で、葬儀は近親者のみで行われるということです。で、島崎さんはお笑いトリオのヒップアップっていうグループの中でメンバーとして活躍されてて、ブレイクされてたんでね。で、1980年代、私は覚えてるけど、なんとなく俺たちひょうきん族の中でアトムちゃんっていうキャラクターで人気だったんだよね。ただ名前を呼ぶ叫んでやるっていうやつなんだけどね。で、そのアトムちゃんって、まあ今だったらその人権団体の人たちになんやかんや言われるような感じで、要はアフリカの黒人の先住民の格好をした感じのイメージするやつね、うん、ああいう感じのものをやっている。で、喋ることも自分の名前を繰り返し喋るっていうような記憶なんだよね、うん、その印象がすごく強くて、だから今やると多分人権団体の人はない。まあ、アフリカ系の人をバカにしているんではないかっていうふうに言われるんで、今じゃやれないよねっていう話になって、まあ、旦那さんとお話ししてました。でね、突然の訃報で所属事務所の関係者っていうのが言ってたのは、前からね、体調不良だったようなことも伝えているんだけど、そんなことはないですよと。最近まで変わった様子っていうのはなかったし、ご家族にも確認したんだけど、そういうことはなかったですよっていう話ですね。うん。で、島崎さんっていうのは高知県生まれで京都府育ちだったって。で、18歳だった1973年に東京の方に、上京し、78年私が生まれた次の日ですね、次の年か年は割れますけど。でね、クレイジーキャッツという、まあ、コミックバンドじゃないけど、そういうのの付き人仲間4人に川上さんという方を加えて、コントグループのサンズンズっていうグループを結成してたんだって。で、結成したんだけど、1979年にはサンズから共に脱退したか、川上さんに、小林進さんを加えてヒップアップを結成した。小林進さんって、まあ、俳優さんのイメージがするけど、確か、あれだよね、花より団子のつくしのお父さん役をされていた方ですよね。うん、っていうイメージが強い方が多いんでしょうね。で、やってたと、他にそういうドラマをやってたとしても、サラリーマンのちょっと気の弱い課長役とか、うん、っていうイメージが私の中では強いかなと思う、うん、っていう感じだけどね。で、80年にはフジテレビ系笑ってる場合ですよのコーナーで、お笑い君こそスターだという、まあ、コーナーで優勝したんだって、ヒップアップで。で、当時の漫才ブームに乗ってブレーキをした。で、ボケ役だった島崎さんは1985年の2月2日俺たち小金属に出演して、ビートたけしさんを主人公にしたコントコーナー、たけちゃんマン、覚えてる7って7で、アトムちゃんの元となるマネ島崎として
登場以降、ペイと叫びながら暴れ回る、そのさっきも言った謎のアフリカの原住民のを模したアダモステがとなり強烈な、キャラクターを手にしたと。そのイメージがちょっと強いですね。多分40代以上の人はそのイメージが強いと思う。うん、で、その後ね、お茶の間の人気者だった島崎さんはその後、テレビじゃない、日本テレビ系のその元気が出るテレビなどで体を張ったリポーター芸を披露するし、島崎さんがリポートし、寝込みのアイドルなどの宿泊部屋にバズーカ砲を打ち込む、早朝バズーカを話題になった。それもなんでこうこの都合よくこう化粧してるんだとかさ、寝起きがすごくいいねっていう話をしてて、まあやらせ疑惑はあったりとかしてたけど、うん。でプライベートでは1991年2月に結婚されて、93年に長男、96年に次男が誕生 していると。で大のサッカー好きでも知られ、京都の高校時代は全国高校総体国体に出場し、京都選抜入りをしていると。で芸能人サッカーチームでも明石家さんまさんや木梨憲武さんらと活躍していましたよと。でブログをされていて、私もちょっと見たんだけど、ブログの更新は今年の9月4日が最後だそうです。で仕事で愛知、三河、八時、間違ってたのかな、それに滞在したホテルで目覚めの一杯としてコーヒーを飲む自身の自撮りの写真とともに、昨日のことは昨日のことですと。良い日になるよ、今日という一日をに気持ちを集中させますというふうに、まあこの前後にね、あのブログの言葉があったんだけど、そういえば見なくなったなっていう感じはちょっとしてた。うん、ただそのローカルテレビっていうか地方のさ、あの番組とかに出ていたのかなと思ってたしっていうか、まあそういうね仕事もまあ断らずに、全国放送であろうが地域限定だろうが関係なく、お仕事されてるのかなと思ってたんだけど、でも68歳ぐらいでお亡くなりになっているので、もしかしたらその事務所の方とかご家族の方には分からない病気っていいのかな、そういうのがあったのかもしれない。ただちゃんとその病院の先生のなんだろう、はっきりとした病名っていうのはまだ知らされていなかったりとかするんで、まあそれまではっきりと分かるまで知らせないでおこうって思っていたのかもしれないですね。まあ、あくまでも私の予想なので、本当かどうかは分かりませんけども。はい、以上です。